今日はここは、私の自宅の施術部屋なんですけれども、友人に来てもらって今から足つぼの施術していきたいと思います。で、オイルの準備ですね。今日はまたちょっとスースーするメントールクリスタル使っていこうと思います。ちょっとこのままだとかけらなので、これちょっと潰していきますね。足を入れていきます。ちょっとドロッとしたオイルですね。これ足裏やるときにはこのドロッとしたオイルがうまく滑りやすいのでよく使います。ちょっとこの日増し油だけだと重すぎるので、ここにサラサラのタイプの、いつも使ってるこれですね、カモミールとラベンダーのとホホバ油とスクワラン油がベースになってるマッサージオイルです。こちらはサラサラタイプなので、これをちょっと混ぜていきます。このオイルを使って足つぼを行っていきますね。で、東南アジアで、東南アジアで受けたの？どこと思う？ベトナムとタイ、タイ本場ですね。安いじゃん。安かった。ベトナムで受けた時に、なんか店員さんが、なんかめっちゃ携帯見ながらメッセージめっちゃ返してた誰かとチャットしてたえ、足の時に、そう、それ手止まるんじゃない？止まるもんね、そういう手止まるもんね。本当？え、何してるんだろうと思って見るじゃんめっちゃメール返してそっか、まあお国柄だよね。ベトナム、タイはタイは、良かった。普通だった。でもなんかそれは現地の日本人がここの足つぼおすすめだよみたいな感じで教えてくれたお店だったので、まあそれなり日本人におすすめ、そうそれなりの攻撃だよ、ちゃんとしてるところだみたいな、
言葉は通じる。いや、通じないよ。無言、無言の通じる。あ、無言でやるんだ、うん、へえ。痛くなかった？あ、痛くなかった。うん、携帯触りながらです。弱い感じもしなかった？うん、うん、まあでもなんか物足りなさはあったよね、うん、さゆみさん強いわね。こうあんまり、うん、こう痛がらないっていうかね。そう、うん、じゃあ最初心臓からいきます。全体的にちょっと硬そうですね。ゴリゴリってゴリゴリってる、うん、心臓、うん、今どうです、強さ。痛きます。痛きます。ゴリゴリ言ってるね。そう、絶対ゴリゴリ言うと思ったんだよね。なんで硬いなって前から思ってたから。足裏やってた。ここがなんか痛いとなんか、うん、これが心臓のどうのこうのかな。なんかよく聞かれるんですけど、お客さんにここが痛いって悪いのって、うんうんうん、それはね、あの間違いですね。間違いっていうか、その足裏にそれが出てくるっていうのは、うん、ほとんどないケースだと、私がやってる限りは。反射区っていうのはどういうことですか？なので、この、まあ、心臓とか、で今腎臓を、で、まあ、尿管で膀胱尿道でこう順番に押してってるんですけど、なんかここが痛いから悪いっていうふうに思うんじゃなくて、なんかこう自分の体の不調を感じてる場所、うん、まあ例えば何腸とか、まあ腸とかね、お通じが、そう、お通じが良くなる、そうとか、あと目が疲れてるとか、うん、そう、自分が感じてる不調の場所を、うん、まああのケアしてあげるっていう使い方にした方が、うん、そこを揉むと、うん、その反射区に、あ、そうそうそう、刺激がいくっていう考え方、だからそこの場所を動かしてマッサージしてるような、へえ、そこは、ここはね、前頭と副鼻腔って言ったら分かる、あの鼻の奥の方の空洞、この指先は全部前頭と、反射区ケアしていったら、まあ、全体の巡りが良くなるぐらいに考えてた方がいいんじゃないかな、うん、それって、うん、東洋医学の考え方、東洋医学ともまたちょっと違う、まあ、ミックスされてる感じはあるんですけど、最初はそういうのあるのかなって思ってたんですけど、なんかやっ
っぱりこう何人もねやって見て、すごいそこがすごいここが硬いからこの人ここが悪いなっていうのはないなって、何人もやった結果、つながってるのはやっぱりつながってるなっていうのを感じるんで、足裏刺激するとあの内臓ぐるぐる動いたりとか、やっぱりつながってるのはつながってるなって感じます。東南アジアのやつは全部手？手だったの？棒じゃなかった？棒じゃないと思う。やばい、喋ってると下がってくる。あ、確かにね、動くからね。そうだね。ここ僧帽筋、肩の筋肉。膵臓を十二指腸、小腸、なんかその最後のグッてやつが痛い、グッてやつが痛い、動きが悪いかもしれ膀胱結腸、膀胱結腸、大腸、大腸ね。で、下行結腸。
そうそうそう、名前がね、大腸の中でも横行結腸、下行結腸、 S 字結腸、肛門、背骨ですね。で、子宮。足裏やってるからだと思う、ね、体動かしてない人の方がなりやすいかもしれない、うん、固まってるから確かに、うん、足の筋肉こうやってほぐすとね、痛そこ、あ、そう、痛い腎臓、尿管、膀胱、尿道、
前頭頭三叉神経、小脳、首、目。肺気管支だよ。お返事してるね。おしゃべりしてる。で、副腎。肝臓、胆の E 膵臓、十二指腸、痛そうだね、ちょっと。で、小腸。
だけ出演、うん、もうこう緊張、でかかと生殖腺ですね。どうしたの？上半身。